結構夢の中に入っていたけど、花火はどうなったんだろう。終わっちゃったのかな。あ、雨だ。雨が降ってきた。ルナ、とりあえず橋の下に行こう。あ、この雨じゃもう花火はやらないかもな。せっかくみんなで来たのに。ルナ、そんなにみんなで見たかったのか。ねえ、お兄ちゃん。なんだ、ルナ。もう、ジェンソーさんに会っちゃダメだよ。ルナ、今日はジェイソンさんが一緒に助けてくれたんだぞ。そんなこと言うなよ。そうじゃなくて、あの人がお兄ちゃんに余計なことを教えたから。気になってるんでしょ。色欲の呪いのことか。うん。ルナからその話題を振ってくるなんて。ねえお兄ちゃん、この数ヶ月楽しかったよね。ああ。高校で死んだ鈴木レミさんのこと、私ずっと覚えてるよ。ああ、俺も覚えてる。それから、ドリームスに入って、いろんな人と出会ったね。キラ先輩や、ユーガさん、ジェリーさんに、ユリさんも、ニーナちゃんとも仲良くなれたし、楽しかったよね。ああ。今日のお祭りが楽しかったのは、きっとみんながいたからなんだよ。それを壊すなんて、私、絶対にしたくないよ。ルナ。あのこと、ルナに聞いてみようか。これね、今のルナの心情を聞いてしまうと、すごく聞きにくいね。いやでも聞くか。何を知ってるんだルナ。お前何を知ってるんだ。私全部知ってるんだよ。でもお兄ちゃんがそれを思い出したらみんなが不幸になっちゃう。せっかく友達ができたのに。友達？ドリームスのみんなが大切なのはお兄ちゃんだけじゃないんだよ。私だってみんなのことが大切なんだよ。だけど色欲を思い出したら全部終わっちゃう。だから私言わないよ。ルナ、そっか、分かったよ、ルナ。もう聞かないよ。何をしてるのか分からないけど、俺のためを思ってのことなんだろう。うん。なら、その言葉だけで十分だよ。たった二人だけの家族なんだから、俺はルナを信じるよ。雨が弱まってきたな。ルナ、ユリさんとニナを探そう。うん。ああ、テル、探したよ。ユリさん、ニナ、電話もつながらないし、一緒に花火見ようよ。
あれ、タケルは？あ、神口。誰それ？あー、神口完全にやられたなこれな。誰それ？それより出る。雨が上がったから花火やるって。あ、一旦中止になってたって感じかな。え？デルがいなくなってからずっと雨が降ったり止んだりしてたのよ。中止になるところだったんだよ。そうだったのか。ルナ、花火が見えるところまで行こう。よかったね、見れるね、みんなで。花火が上がったよ。ルナちゃん、あっちの方が見やすいよ。行こう行こう。お兄ちゃん、早く行こう。ああ。ルナ、さっきの話だけど。手つないでる。俺は何があってもみんなを守るよ。俺にかけられた色欲の呪いがどういうものであっても、たとえ俺の空白の記憶に何かがあったのだとしても、俺も今までに出会ったみんなが大切だよ。それだけは変わらないよ。この数ヶ月でいろいろなことが起きた。鈴木の死をきっかけに俺の人生は変わった。高校に行けなくなってドリームスで雇ってもらって、キラ先輩やリュウガさん、チェリーさんにいろいろ教わって、はじめは敵だったユリさんやニナとも友達になれた。でも記憶のどこかではあいつが俺を見ている。たくさんの絆と俺たちの周りに起きた謎、そしてルナだけが抱えていた秘密、そのすべてが解き明かされたとき、俺たちはずっと一緒にいられるのだろうか。ルナ、来年もみんなでこの花火を見に来よう。その後、俺たちは家路に着いた。俺はルナの秘密を聞き出すのは諦め、色欲の呪いからみんなを守る方法は他に探そうと思う。たとえルナが全てを知っていて、今までそれを心の底に押し殺してきたのだとしたら、これ以上ルナを苦しませることはしたくなかったからだ。ジェイソンさん、報告書？呪術注射、呪術注射って言えないんですよね。呪術注射、夢見てる。身辺調査報告書。わ、あ、これエンドロールか。夢見てる18歳、今は亡き夢見みみこの息子、ガールフレンド鈴木ルミの死亡後、灰ヶ原高校を中退、生活が崩れホスト落ちした。夢見みみこから受け継いだ夢見の力は本物であり、空白の記憶が作られる前にも怪奇探偵として多数の事件を解決していた模様。あ、みんなのこと結構詳細に調べてるね。ヨキラビー20歳、心と体が一致しないトランスジェンダーの女性、ヒルと同じく灰ヶ原高校を中退。あ、同じ高校だったんだ。
男装ホストとしてドリームスで働き始める。フルと共に夢に何度か入っており、夢の存在を知りすぎている。知りすぎている、うん、ふわじま王政32。本名ふわじま王政って言うんだ。へえ。元ナンバーワンホストだった男性、キロキラビと付き合いが深く、彼女のために性別を変え、オカマバーモンスターを開業。テルと共に夢に入り、通り魔シザーガールを成仏させている。同じく夢の存在を知りすぎている。はい、ふわじま龍騎28歳。ホストクラブドリームスを経営している。本名は登記簿謄本から判明。天才肌の兄、王政に対し強いコンプレックスを持っており、ドリームスに執着している。夢との接点はまだない。姫の、アイリって言うんだ、ゆりさん。そうだよね、ゆりはお姉さんの名前だもんね。22歳。双子の姉のゆり、およびホスト数名を殺害後、自称するが証拠不十分で無罪となり、ドリームスの事務員として働き始める。姫の存在を知りすぎている。知りすぎているどころか、利用してたもんね、この人は。はい、星野ニーナ、本名、年齢は調査中。いつしか伝承の吸血鬼になった女性、アイドル活動に執着を持ち、幾度となく外見を変えては人間社会に溶け込んでいる。テルに血液を分けてもらうためにドリームスへ通う。夢を自ら作れる強い霊力を持つと。ルナ、ハテナ。テルと一緒に夢見の家で暮らす謎の少女。夢見の力とは別の呪術、赤い糸の呪いをテルにかけるなど、とにかく謎が多い。今後も調査を続ける。みんなのこと本当に詳細に調べてるね。報告書をお送りします。私もこれ以上テルに近づきすぎると危険です。ご指示をお願いします。ジェイソン、これさ、私ジェイソンさんは個人的にテルたちを利用してるのかと思ったんだけど、なんか組織なんだね。ジェイソンさんの上に誰かがいるんだ。もうおしゃれなエンドロールだな、マジで。夢見てる。あなたにかけられた色欲の呪い、その記憶を思い出したとき、あなたが築いた絆は再び崩れ去るでしょう。テルを監視する少女ルナ、あなたは一体誰なのですか。キツネの霊力はその人間の情報がわかる。ルナは夢見ミミコの子供ではありません。とにかくこの任務から離れないと。私も確実に殺されてしまいます。変身早いですね。ディア・ジェイソン、ご苦労様です。もっとテルに近づき人間関係を調べてください。これは私を捨て駒にする気ですか。私はどうしたらいいですか。おお、次回へ続く。はい、終わりました。第7話、夜祭り亀隠し事件。そうか、ルナは兄弟じゃないんだね。血がつながってないんだ。で、テルはそのことを知らないわけだから、でもお母さんきっと知ってるよね、間違いなくね。だからもうルナの思いを考えると、色欲の呪いのことは思い出しちゃいけないけど、きっとこのあとそういうもう思い出す展開にはなってしまうんだろうな、きっと。いやー、どうなっちゃうんだろう。ルナがね、そんな思いを抱えていたなんてね、最初の 1,2,3 話とは考えられないよね、本当に。いやー、そうか、ちょっと切なかったね。なんか花火の
シーンは本当に真剣に読んでしまいましたね。うん。はい。で、ジェイソンさんね。ジェイソンさんは何かの組織の人間だったんだね。で、テルたちはその組織に調べられているわけだ。いや、夢見の力は本当に大きい力ってことがわかるよね、この感じから。今後どうなっていくんだろう。次から結構真面目な回になっていきそうだね。どんどんちょっと笑い要素は少なくなっていくかもしれないね、もしかしたら。はい。ちょっとね、第7話の夜祭り神隠し事件はちょっと長くなってしまったんですよね。ちょっと私の更新頻度がすごく遅くて本当申し訳ございません。はい。第8話も引き続きやっていきますので、よろしければご視聴いただけたらとても嬉しいです。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。